はい、シローです。今回はですね、北九州市の話なんですけども、荒波の上で洋上風力発電、自動車工場には太陽光と水素という話題ですね。まあ、久々にですね、北九州の話題なんですけども、ここはやっぱり水素を目的としてですね、発電をですね、きっちりと貯めていくというか、生かしていこうというところが、ちゃんと進んでいるところではありますので、そこをですね、また洋上風力とか太陽光でガンガンに発電設備をしっかり作ってですね、やっていこうというところのニュースなんですね。ちょっと期待できますよね。福岡では太陽光発電と水素エネルギーの導入が活発な上に、洋上風力発電の取り組みも進む。沖合で稼働中の洋上風力発電所の周辺に大型風車を展開して、一大拠点を形成する構想だということですね。陸上では農業用のため池に太陽光発電が広がり、自動車工場で太陽光から水素を製造するプロジェクトが始まる。日本海から強い風が吹きつける北九州の海は、年間を通して荒波が発生する場所として有名だ。北九州市が臨海工業地帯を対象に、2013年に開始したエネルギー産業強点化プロジェクトの一環で、沖合に洋上風力発電所を展開する構想が進んでいると。こんな感じなんですよ。これすごいですよね。ここに洋上風力、ここも風力。で、新たな、産業の誘致が可能なエリアとかですけれども、太陽光とか風力とか風力とか太陽光。もうですね、再生可能エネルギーの発電所だらけになっちゃうのかなっていう感じですよね。で、まあ工業地帯自体はそんなに大きく誘致されなくて、工場が設置されるのは何が来るのかなっていうところは、ちょっと未だわからないところなんですけどね。で、北九州のエネルギー産業拠点化計画という形で、こんな感じで洋上風力の発電所をいっぱい作るという形ですね。で、北九州市の沖合では、NEDO、新エネルギー産業技術総合開発機構が、2013年から発電設備を海底に固定する着床式による洋上風力発電の実証研究を続けている。推進巡洋メートルの海域に、発電動力が2メガワットの大型風車と観測タワーを設置して、発電量や風速、安全性や環境に対する影響を評価中だと、図2という感じで、こんな感じですね。もうこういうふうな形でもう設置されているということですよね。発電、風車の回転直径は83メートルに及ぶということなんで、まあ、それ、まあ大きい方ですけどね、100メートルには達してないんで、まだまだちょっと大きなのを作れるという感じですね。で、NEDO がまとめた観測結果によると、年間の平均風速は 7.1 メートル毎秒に達して、洋上風力発電に必要な条件7メートル毎秒、まあ、ギリギリですけどね、をクリアしたと。年間発電量は444万キロワットで、設備利用率、発電能力に対する実際の発電量は 28.5% である。洋上風力発電の標準値 30% を少し下回るものの、一般家庭使用量、年間3600キロワットに、換算して1200世帯分の電力を風車1基で供給できることを実証したと。まあね、よくここのサイトでは一般家庭の、ね、使用量という部分で換算されるんですけども、やっぱ風力はかなり気候の変動に左右されるというところは私はしょうがないなという部分ですよね。風が吹かない日が続くっていうのは結構ね、まあ住んでる地域にもよると思うんですけどもありますよね。で、まあ、この風車というのも、まあ、海上に設置するとですね、サビの問題が結構あるんじゃないかなって私は心配してるんです。ここのモーターですとかね、やっぱり風車の部分というのは、どうしても鉄製品を使うと思うので、まあ、サビに強い対策を施してはいると思うんですけども、やっぱり潮風っていうのはですね、相当サビを発生させるんですよね。まあ、これ海に近い地域で住んでらっしゃればよくわかると思うんですけどもね。塩をかぶるとですね、本当にいろんなものが錆びてきますからね。さらに、洋上風力発電の拡大に向けて、北九州市はエネルギー産業拠点化プロジェクトを、展開する臨海工業地帯の響灘の港湾区域を対象に発電事業者を公募中だ。あと公募中なんですね。で、口から最長で 10km 離れた海域の占有許可を事業者に与えて、洋上風力発電所の建設を促進する。2017年1月以降に事業者を選定する予定になっているという感じです。こんな感じですね。北
北九州市の構想では全体で2700万平方メートルに及ぶ広い海域に発電能力が50メガワット以上の洋上風力発電所を建設する方針だ。洋上の発電設備から海底ケーブルを敷設して陸上まで電力を送る。建設開始は2021年4月以降を予定している。構想通りに発電できれば一般家庭の3万5000世帯分を超える電力を洋上から供給できると。このプロジェクトに先立って NEDO が浮体式による実証設備を沖合に建設して環境影響評価を実施する。沖合の海域には水深50メートル以上の場所が広がっていて、着床式ではなくて浮体式の洋上風力発電設備を導入する予定する必要があると。やっぱり水深50メートル以上が多いんでしょうね。NEDOは発電能力が3メガワット程度の大型風車2基を設置して、実証研究に取り組んでいくという形ですね。まあ、着床式ではなくて、浮体式の方が、まあ、単純に考えてですけれども、設置できる場所というのは非常に増えますよね。今のところ、浮体式の洋上風力発電所を大規模に展開する計画は国内のみならず、海外でも見当たらない。まあそうでしょうね。やっぱり結構リスクは大きいと思うんですよね。福島県の沖合で実証運転中の3基の洋上風力発電設備が合計14メガワットで世界最大規模だということなんですね。北九州市の浮体式の洋上風力発電で世界をリードする期待が膨らむという話なんですけども、まあ私がね、ちょっとね、冗談っぽくこの洋上浮体風力の話で、他にどんな展開があるかっていうのを話したのを覚えてる方いらっしゃらないかもしれないんですけど、また再度ね、ちょっとお話しますけどね。まあこれアメリカとか、ちょっと犯罪の多い南米なんかでね、あるいはアフリカなんかでもその使える機能かなとは思うんですけど、海上の刑務所ですね。これを使ってとか、太陽光でもいいんですけども、燃料電池も設置すればですね、結構大きな、町ぐらいの船をですね、海上に設置することは可能じゃないかなとか思ってるんですね。で、まあ気象条件なんかをこういろいろ見ながら、もう海の上をね、どんぶらこどんぶらこってですね、ずっといてですね、で、まあちょっとした土地とかですね、温室なんかも作りつつ、食料も作ってですね、自給自足して、電力も自給自足して、で、水素もできるわけですからね。それで水素でガスも自給自足して、まあ、ほぼほぼ何にもせずにですね、そのまんまそこの会場でですね、管理をできるという形にもなりますよね。だけど、こういう生活が悪くないなと思ってる人ですよね。例えば、船上ですよね、豪華客船なんかもですね、これに近いことができないことはないと思うんですよね。ちょっとした都市みたいな感じで作ると、すると、なんか住む人とかも結構いるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ちっちゃな町ぐらい、そうですね、村といった方がいいかな、それぐらいの規模の大きな船を作ってですね、そこに自給自足の生活で、ほぼほぼ、困らないような形でですね、まあ、船にしなくても、港に近づけてですね、船でピストン運動して、行きたい人をね、こう、陸上に行かせるなんてこともできないことはないと思うんですよね。でそういった海上都市みたいなのを、作る一つのこの要因として風力発電というのは使えるんじゃないかなっていうのが私のね、古代妄想的な話でお話ししたこともあるんですよ。例えば陸上にね、こう人が溢れるってことは、まあ今後、どうでしょうね、人口が爆発的に増えていくっていう部分で考えれば、そういう方法もなきにしもあらずですよね。だって海上にいれば水のろ過だってですね、そんなに難しくないですし、まあ大規模なものを作っていけばですね、家畜なんかも飼えることは可能だと思うんですよね。まあちょっと大変だと思うんですけども、だからそれを浮体式にしてですね、まあいろんなところにこうちょっとどんぶらこって行きながら、まあ世界中旅しながらとかね、そういうのも行けないことはないじゃないですか。だからちょっと面白いなって私は思ってるんですね。で、船の構造とかそういうのもですね、かなり大規模なものになってくると思うんですけども、そんなものを作れるドックがどっかにあるのかっていうとね、ないかもしれないんですけど、まあでもそういう構想があってもいいじゃないですか。ね、
この風力発電が例えば1基、2基、3基ぐらいあれば相当な電力を作れますし、太陽光だけでもね、相当なものを作れると思うんですよね。で、それと燃料電池と蓄電池なんかを組み合わせてやっていけば、かなりのものができるんじゃないでしょうかね。エネルギー構想としてですよ。まあ、他から仕入れることなくずっと走れるんじゃないかなって私は考えちゃうんですけどね。だから船の大きさがそれなりにあって、そんなに人数をですね、中に入れていかなければ十分可能じゃないでしょうかね。はい。まあ、そんなちょっとね、古代妄想チックなことを考えたんですが、皆さんどうでしょうか。確かね、海上じゃなくてですね、海底都市っていうのは、どっかの三菱地所とかがですね、なんか計画してるのがありましたね。あれもちょっと面白いなと思ったんですけどね。確か私のこの動画の中でもちょっとニュースとして、取り上げてるんですけども、もしそれがあればですね、ちょっとリンク貼っときたいと思います。そういうね、ちょっと古代妄想チックな発想を、まあ、自分なりにやってみるのも楽しいじゃないですか。ね、考えるだけで、ちょっと発表してみるのは別にね、ただですからね。そういう考え方をね、いろいろ持つっていうのも、皆さんやってみると面白いですよ。はい、今回は以上です。どうもありがとうございます。